どうも、映画トークチャンネル余計なお世話です。みんな再生してくれて、せーの、ありがとうね。私、映画紹介人ジャガモンド斉藤です。このチャンネルは映画にまつわる余計な話を好き勝手疑問していこうというチャンネルとなっております。今回は前回に引き続き、寺地監督来ていただいてます。よろしくお願いします。すみません、前回Jホラー会議ということでいろいろお話をさせていただいたんですけど、思わず僕がやってくださいって言った企画忘れてまして、はい、話に夢中になってしまいまして、実は監督にこれは前回の話からもつながるところだと思うんですけど、ご自身が怖いと思っている、映画というよりもシーン、はい、映画総じて怖いというよりもこの映画のこのシーンもう本当に怖いみたいなものってあるんじゃないですかという話がありまして、その監督のその中での個人、ベスト3といいますかをちょっと紹介していただけたらなという、ちょっとベストでも難しくて、はい、ちょっと前回も話したように、怖さっていろいろあるなと思って、ある種3種類おこれは僕はすごい、グッときたというか、この3種類っていうのがあって、だから順位ではなくて3パターン、3つのこう壁みたいな、そうですね、それぞれ怖いの違った形で、いいですね、ありがとうございます。早速行くと、ちょっと早速、お最初もノーカントリー出ました。ご存知ですよ、ね、もちろんです。はい、だってアカデミー撮ってますもん、ね、もちろんもう怖かったです。これ2027で、ちょっとスリラー映画っていうジャンルなんですけども、ジョエルとイーサン、コーエン兄弟ですよね、もうコーエン兄弟といえばもう映画の中でも映画中の映画みたいな、この人たちが作るのが映画だと思うぐらいに映画人の人ですね。そうですね。ファーゴとか大好きですもん。ファーゴです。ファーゴもそうなんです、はい。ホラーとして素晴らしいんですけども、この映画っていろんな要素入ってるじゃないですか。はい、スリラーとか、その中で、メッセージ性も強いし、この小説が原作でね、ユーモアもあれば、そうですね。キャラクターの、とか、その交差していく物語の妙な感じの中で、ここの怖さを担当しているのが、もう、異常人格殺し屋と呼ばれてる、映画史上に残る悪役ですね。アントン・シガーです、出ました、シガーさん、はい、これが、アントン・シガー、わすごい絵まで描いていただいて、ちょっとこの絵が怖いのもこの方がスペインの俳優さんで、バビエル・バルデムさん、でこの方は、身長181センチもある、さっきおっしゃったように怖いですよね。この方って映画の中でこの人と出会った人をほとんど殺害してるんですよ。ああ、そっか。全部殺していくんですよ。対面した人はもう残らず。はい、まさに死神みたいな、あったらおしまいという。もう完全主役とか、他の人食ってこの人のキャラクター強かったですよね。だってトミー・リー・ジョーンズいたっけみたいな感じですもんね。そうそう、一番手なんですけど、そうですよね。忘れちゃうんだよ。それぐらい、やっぱこの強いキャラクターで、この人の持ってる武器っていうのが、あれね、このね、不思議な武器なんですよ。圧搾ボンベ、空気ボンベ、エアタンクをつけた家畜銃、家畜を殺す銃の、でもこんなの売ってないんですよね。やっぱ売ってないもんですね。家畜銃ってこんなんじゃないんですよ。はい、で、これを、要は、ね、この先から鉄の棒がバーンって出て、ここカチャッこの距離で行くんだよね。何武器がよく分かんなくてドーンっつったらもう一発で死んじゃうんですよね。これ何だろうと思いますもんね、初めて見た時。こんな大きなもの持ち歩いてるんですよ。でこれがまた恐ろしいじゃないですか。怖いですね。こんなものを使っている怖さっていうんですかね。アントン・シガーの最初に出てくるシーンって、まず警察に捕まるとこから始まるんですよね。警察で捕まった後に、その捕まえた警察をそのなんて保安官のいる場所ですか、あそこで後ろから手錠をつけたのが考察するシーン、ありましたね。それの時も本当リアルタイムじゃないかぐらいの長さでしっかり描くんですよ、考察の。なんか嘘じゃない感じというかね、本当に殺してる時間みたいな、こうしたらこうなるんだろうなっていう、苦しんで足をバタバタ刺すその警察官の裏の靴のゴムのかかとが床にもう無数に入っていくんですよ。で多分本当に苦しいとこうなるんだろうなとかっていうのがあって、その次にこの例の武器で、この武器で、こんな格好してパトカー乗って止まりなさい、止まりなさいもあれです、ウェーン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 みたいな、そんなやがましいことしてる、一瞬ウェーンぐらいでスッと止めて、で出てきたらもう
こんな普通あのこんな武器を持ってですね、はい、で降りなさいって、うん、一発目ドーンって、はい、でそれがあっての後の、うんうん、この映画で僕が一番このアントン・シガーが怖かったのは、はいうん、実は、殺されてなかったシーンなんですよ。この人会う人全員殺してると、はいはい、唯一殺さなかった人がいてるんですよ、うんうんうん、映画の冒頭の20分ぐらいにガソリンスタンドに行くんですね、はいうんはい、アントン・シガー、はい、そこで、あ、覚えてます？売店かなんかの、そうそう、あ、一応ガソリンスタンド、はいはい、あったでしょ、はい、ありましたありました。そこって、はい、映画手法で言うとカットバック、はい、はいはいはい、要は、うん、しかもね、なめの映像なんてもう切り返しってやつですね、はい、パッ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 なんか記憶で、うん、記憶ですけど、なんか噛み合ってないような感じのでしたよね。これ、斉藤さんに、はい、じゃあよかったら、やってみたらどうかと思って。はい、あ、ぜひぜひぜひ。次はこれです。あ、出た。知ってます？カゴの中の乙女。見てます。あ、さすが。あの、ちょっと監督名が出てこないですけど、ほぼ一作目ぐらいの。これ一作目ですよね。ヨルゴス・ランティモス。はいはい、そうだ。ヤナ監督が、そう。嫌な監督なんですよ。これは、はい、の62回カンヌのある視点のグランプリとって、はいはい、83年だからさっきのノーカントリー3年後のアカデミー賞の外国語映画賞に入賞されたという映画なんですよね、はい、英語のタイトルというのはドクトゥース、剣士っていう意味で、あの日本ではカゴの中のという放題がついたんですよ。これがあのざっくり話をすると、ギリシャのある裕福な、はい夫婦がいらっしゃって、はい、そこで3人の子供がいるんです。もう成人してるんですよ、うん、成人 前かな、大人なんですよ、もうあの、うんうんうん、で男、長男、長女、次女っていうのがいるんですね、はいうんうん、それがその豪邸の敷地から一歩も出ずに育てられてるっていうシチュエーションからもう始まってるんですけど、で外の世界に行ったことがないんですね、はい、でしかも名前がないんですよね、長女と 長男と次女っていう名前なんですよ、はい、あの名前はまずなくて、はい外の世界も知らないので、うん、でこの夫婦っていうのはこの娘たちを子供たちをまあ外の世界からもう守るために閉じ込めているっていうので、うんはい、その外界を連想させる言葉ってどうしても入ってきたりするんです、はい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 、それを違う意味で教えるっていう、はい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 、ここからどこから始まってるんですよ、そのテープを、うん、あの3人が勉強してるとこ始まるんですけど、なんか VHS でぶったたいたりとか、そうですそうです、あそこもあれもすごいすごいですよね、あれね、はい、で例えば海って、はい、海がないじゃないですか、その家から、うんうん、で海っていうのは例えば海は川張りのアームチェアのことです、うん、教えるわけです、うん、だから例文は、うん立ってないで海に座りましょう、はいはいはい、変ですよね、そこと海のことを、うん、もうアームチェアとして認識していくんですね、はい、だから海って聞いてもあの子みんなの知ってる海ではないから、外のことを知らなくていい、はい、定義が変えられちゃってるということですよね。これって面白いんですけど、はい、この作品ってすごい最初面白いな、この監督の考えてるのがすごい面白いと思って見て、はいうん、それはでもねものすごく怖いんです、うん、どん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 怖くなっていって、で外部からこの実はちょっとね、話の流れは全部言わないですけど、はい、要は情報はどうしても VHS のタイプがさっきおっしゃったね、はいはい、入ってきちゃうんですよね、うんうん、ちょっと手に入れることができて、はい、そこで見るのはロッキーとフラッシュダンスって映画を見るんですよ。そうだそうだそうだ、それで、ね、なんか外界のことをちょっと知って影響を受けるんですよね、はい、そうだ、楽しくて嬉しくて、その人たちが、はい、超面白いってなるんですよね。それで、うん、意味わからない、全部外界のこと知らないですけど、はい、そういうの見て、うんそれまでこの人たちの見る楽しい娯楽って、うん、ホームビデオなんですよね、はい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 、しかも自分たちの撮ったビデオを今日何、うんうん、何で楽しもうビデオを見ようって前のビデオを見るんですよ、はい、で自分が出てる映像なんですけど、自分がもうセリフ覚えてて口でパクパクって言ってるシーンとかあって、すっごく面白いんですけど、うん、これめちゃくちゃ怖くないですか、うん、怖いですよ、思ってこの監督怖いですよ、でラストまで、はいまあ、ラスト一番怖いんですけど、はい、そこで90分あたりに両親の結婚記念日にパーティーがあるんですよ、はい、それを
そのフラッシュダンスを見た後にその影響もちょっと入ってくる、はいはい、長女がもう、はい、あれですね、結構クライマックスなので、はいはい、あのダンスがとにかく怖さと面白さを兼ね備えた、このセリフのないありましたね、うんうん、さっきはセリフだけですよ、これも動きだけで感情、はい、こう恐ろしいなっていうのをちょっとだからこう伝えるなら斎藤さんがやったらやってもらったらっていうことなんですけどあ、そういう展開だったんですね。そうなんですよ。でもじゃあ、もう一つ最後の形はこれですね、はい、おー出た、黒沢清さんの9000年後半作品、やっぱ黒沢清入ってくるんですね。やっぱりね、黒沢さん の, そのビジュアルの表現っていうのは、これもう内容のことはあんまりあの深く言わないですが、3つの作品をちょっと評価して、はい、あの紹介したいですけども、はい、まあ、当然黒沢清さんもね、いろんな、ホラー監督してもありますけども、うん、まあ、ホラーじゃないものを結構たくさん作っていますので、ね、はいはい、まあ、本当にドラマとか演出とかそういうことに対してすっごく、うん、あのもうズバ抜けたセンスも、そうですよね、だって最近で言っちゃえばスパイの妻撮ってるぐらいのことですからね、はいはい、でこの中からあの特に90年代後半にやった99年、はいはい、いわゆる本当のやつは野良猫が始まったあの年からの、はいはい、あの頃の、ちょっと遡って3つ、まずは、ね、99年の作品があるご存知ですか。うわー、これね、これはもう伝説と言ってもいいじゃないですか、ね、これ僕一番黒崎教授が一番怖いの何って言われたら迷いますけど、うん、これちょっと上げちゃうかもしれないですね。これだから劇場公開って2000年か2001年なんですけど、はい、もともとは99年に9月28日にカンテレで秋の恐怖スペシャルっていうの2時間ドラマだったっていうね、はい、ただこれ後ろを見るなっていう作品の名前だったんですけど、うんうん、まあ、映画版は恒例としてやっていた、はい、あ、そうだったんですね、恒例でどうしても思っちゃう、恒例、はい、これは僕はこの、うん、これ真っ昼間の公園というかベンチから見えてる、はい、ところなんですか、うん、あれを見た時に本当にこれ幽霊って多分こうなんだろうなって初めて体験したというか、はいはい、見たことないけど多分幽霊ってこういうことだろうっていう、うん、に納得させられたという、うん、わかります、その感覚は。これだから今絵だけど、これ実写ですからね、ね、そうですよね、実写で何かとかによってこの木陰の少女が、はいはい、うん、多分これ本当は悪だなっていうか、まあ、悪というか、まあ、霊、うん、ネガティブなものだっていうのが、うん、もう言葉なく説明されてるし、感覚で、あ、こうかもしれない、うん、正解かもみたいなね、そうなんですね、わかります、はい、で感覚に訴えてくるっていう、はい、感じがしたので、これはもうその1年前に戻る、うん、これの1年前、はい、これ白野、あー出ましたね、知ってます、うわさすが、これ今サブスクじゃ見えなくて、そうなんです、 DVD とかじゃないとね、そうなんです、輸入版かなんかで僕持ってたかな確か、あとアベマかなんかでの、はい、はい、アベマかなんか、はい、うん、これね、これシリーズの V シネマなんですよ、映画じゃないんですけど、はい、うん、これも真っ昼間なんですけど、うんうん、このね、白い謎の、はいはい、本当に謎なんですよ、うん、答えなんかもう極端にどうでもいいんですよ、はいはい、怖いんですよ、これ怖いっすね、怖いんですよ、本当にこれ一発、これさっきと、まあ、似てる、あれ1年後にあれ恒例行くんですよ、その前年わかりますよね、だからね、なんかね、はい、流れがね、はい、流れこれがぜひ見てもらいたいんですけど、まあ話は、うん、全然あらすじホラーじゃないですもんね。そうですよね。そうそうそうなんだよ。ただのボイシネ、はい、人気ものがヤクザのボイシネなんですよ。見て僕もびっくりしたんだよな。はい。でもこんなシーンがあって、これは結構重要なんですね。はい、これですね。で、最後はもう一年前に戻って。わ、はい、あー、まあね。キュアのしかもこれはどこだ？これは映画後半の。ビニール越しのやつ。そうです。ビニールカーテンに人影見えるんですよ、はい、こうやって、ね、はい。で、これが、で、近づきますよ、ね、はいはい、ガラって開けるじゃないですか、うんうんうん、そしたら、はい、そうそうそう、貧乏系の写真なんですよね、はいはい、これもなんだって話なんですけど、そうですよね、いや、わかんないから、はい、怖く、なんか、なんだそれはってバカですよね、はい、うん、めっちゃいいんですよね、めっちゃいいっす、これめっちゃ発明なんですよ、しかもキュアも言ったらサイコスリラーじゃないですか、そうですね、別にね、その心霊ホラーじゃないですよ、だけどこの、うん、なんだろうな、なんかやっぱぼかし方うますぎるみたいな、見せ方って、はい、幽霊とかそういう赤いものに対するアプローチ の,、はい、のビジュアルって考える、はい、取り方というか、ね、はいはいはい、もう圧倒的すぎるというですよね、
もうこれ1年に1回ずつやってたんだと。確かにそう、僕そうやって並べて時系列で考えたことなかったですけど、キュアからのキュアの方が前で、はいはい、なんかキュアのイメージ、うん、最終体制がキュアっぽいじゃないですか。僕聞こえちゃいますよね。キュアから進化した形で高齢に持ってってるんです。高齢が週3本目なんだ、その流れで言うと。ああ、面白いですね。そうなんですよ。で、そのすごい、全部やっぱり共通って、はい、何がっていう幅が、やっぱり黒沢さんの視点が入ってるじゃないですか。はいはいはい、これをやっぱり面白いなと思う、うんうん、これまあ違う形で置き換えたら、いまだにこれは本当に使える技だと思いますし、これは真似しようとしてもなかなかできないですよね。できないですよね。しかもなんかその3本とも、まあ恒例はそう、でも恒例もちょっとなんか、なんだろう、話ちょっとヒッチコックっぽいっていうか、なんていうか、なんていうかな、がっつり心霊ホラーというよりも。原作がそうなんですよね。はい、あの、恒例術っていう。なるほど。恒例術っていう、はい、あの、例が見る人がね、紫吹淳さんがそうです。そうですよね。草木くんとか出てたりするんですよね。でもザ・ホラーではないんですよね。スタイルは違うんですよ。なんかちょっと巻き込まれホラーじゃないけど、ね、なんか3本ともその、そうじゃないけど、やっぱこのカットやばいみたいなのが、黒沢さんちょっと多すぎて。それに対しての一発二発がものすごい、はい、いや強いですよね。はい、もう持ってかれちゃうんですよね、全部ね。ですよね。なんか他のこと忘れちゃうぐらいのパワーが、もうこれはもうありますもんね。うわあ、なるほど。いやーでも分かります。キュアの特にあのビニール越しのあれはなんか怖いですよね。だから最後はその、うん、いやビジュアル、はい、視覚的に、はい、要はセリフとか動きじゃなくて、本当に。パンと見た風景の中の恐ろしさっていう、まあ、もう印象ですよね、はい、印象の怖さと面白いなっていうパターンもやっぱり面白いし、うん、そうですよね。ちょっとということで3つの怖さって僕がちょっと好きな3つの怖さ、いや素晴らしい、ありがとうございます、これを本当はね1時間やるもんだと監督が思っていたらこれしちゃって、演技指導したり、はい、ダンスを練習して、はい、今日は1時間ぐらいやるのかなすいません、ちょっとちゃんとね説明をすればよかったですけど、でも2本ともあの充実した内容になりましてありがとうございました。監督の作品もね、いろんなところで、見れるには見れるので、ぜひ追いかけていただいて、YouTube なりサブスクなり、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、ということで本日の、ゲスト平内監督でございました。ありがとうございました。ということでみんな最後まで見てくれて、せーの、ありがとうね。ありがとうございました。